みです。まりあです。ゆさです。ピードルラテ D 始まるよ。はい、本日は私たちのことをもっと知ってもらおうということで質問コーナーです。はい、今日は結構王道な感じの質問をいっぱい用意してもらったということなんですよ。いっぱい答えて皆さんに私たちに知ってもらおうっていう企画になってます。じゃあ早速バンバンと答えていきたいと思います。せーの、どうぞ。じゃあ早速質問いきます。はい、まずお名前を教えてください。本田芽衣です。山田まりあです。鈴木座です。お誕生日をお願いします。はい、2008年の5月7日生まれです。2008年の9月24日です。2010年の5月4日です。わかるね。急に10、ね、うちが1桁なんだけど2個下がる、ね、そうだよね。時間すごいから、ね、うん、忘れちゃう。じゃあ次、身長を教えてください。身長は多分伸びてるんですけど、最後測った時は163でした。おー、157はあるかな。あ、そうなんだ。かな、157はあるかな。あ、一緒。困る。あるかなみたいな。でも伸びたね。入った時ゆずとか154とかじゃなかったっけ。最近伸びたんです。あ、成長期きた。結構うん、すごいね、成長期が、ね、いいね、いいこと。マリアが悔しいから。じゃあ次、あだ名を教えてください。いっぱいある。うん、そうなの。メイメイ、メメ、メイタンと、コナです。マリアは、マリリとか、マリリみたいなのが多いです。この後に言うのマジでなんですけど、アヒル。なんかちょっとわかる。アヒル、コアヒル、コアヒルって言うの。ヒヨコみたいなさ、イメージあるの。アヒル、オヨガの。あ、そうそうそう、あの、ミニ、あ、ペンペン。あ、家にいる。いる。ちっちゃいじゃん。だからそのイメージすごい。衝動に使われる。じゃあ次、好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物はいちご、トマト、赤いもの好き。赤いものだね。ブレモニックス、うん、あとオムライスが大好きです。美味しいね。焼肉、お寿司、キュウリ。キュウリ、急にキュウリと漬物。あー、美味しいよね。でも好き、夏は好きね。じゃあ好きなお菓子。お菓子、一番食べるなって自分で思うのは、じゃがりこのチーズ味。です。うまいもの、明太子。好きってね。チョコ。茶色チョコが好き。茶色チョコ？あ、ホワイトチョコ。茶色チョコ。茶色チョコ。何を言ってんの？何やってんの？じゃあ次、最近ハマってるものは何？ハマってるもの、難しい。何してんだろうね。もう毎日絶対最近してるのは、友達と通話は絶対してます。その日の雑談とか報告会みたいな感じで何時間も喋ってます。いいね。マリアはお釣りあるじゃないですか。100円玉と500円玉を取って貯金することです。たまりそう、結構ね、たまりそう。めっちゃたまりました。5000円ぐらい。すごい。どれくらいの期間？結構短いかもしれない。でも毎日よ。いいね。回ってる方、日焼けのやつね。日焼けのやつね。いろんなの試して。ちなみに良かったやつは、最近は紫とさピンクみたいなやつあるじゃん。それの黄色と緑の。黄色と緑の。あー、あれだ、あれだね。黄色だ。あれか。緑と黄色がなんかちょっと白くなるので。そうなんだ。トーンアップするの。色が結構白くなるよね、あの種類。おすすめ。おすすめ。じゃあ次、最近泣いたことは？映画見て泣いた。おー。
サチ色のワンルームっていうやつ見て、見返してたんです。うんうん、一回見たことあったんですけど、うん。で、見返して、ポロッと。泣きました。ポロッと。ポロッと。なんで泣いたの？泣いたっけ？泣いてない。あんま泣かないかもしれない。あ、でも、卒業式？そうだね。泣いてた。ぐらいから泣いてないです。うんうんおお、めっちゃ泣いたって思うのは、うん、中学校の卒業。そっかそっか、小学校の卒業。ずっと泣いてた。ずっと泣いてそう。ずっと泣いてた。なんか先生に背中叩かれた。え？ハブにさすってたんじゃない？叩いてないでしょ、先生。なんか叩かれた。いや、結構強くて。え、痛いと思ったもん。本当に結構痛い。先生、よかったって。もっと泣いちゃう。痛い。じゃあ逆に最近嬉しかったことは、夏休み遊ぶ予定いっぱいできた。ああ、いいね。お友達がいっぱい誘ってくれて、うんうん、いい感じに待ってるよ、うん、めっちゃいいじゃん。まあ、楽しみだ。楽しみだね。いいなー。マリアはこの前の土日に、うん、ママと、うん、土曜日か、うん、あ、日曜日か、うんうん、日曜日だ、うん、にママと出かけしてたんですけど、うん、でもうそろそろ帰るってなった時に友達から今日家泊まりに来るみたいな、うん、急に言われて、うん、急にお泊まりすることになって、うん、めっちゃおしゃれです、楽しい。ワクワクする。めっちゃ楽しかった。と昨日、うんうん、グループラインで部活の休むとか言うんですけど、うん、その時に3年生の先輩が個人で明日出ないの悲しいって。しかもめっちゃ可愛いのこの先輩。そうなの？女の先輩？それ嬉しいよ、ね。嬉しいね。愛されてる。すごい、成功感強いから、うんうんうん、先輩の気持ちすごいわかる。嬉しいね、めっちゃ笑ってるもん。嬉しかった。早く会いたいね。じゃあ次、自分のチャームポイントは何？チャームポイントは丸い顔です。チャームポイント笑顔。笑顔。次、よく買う洋服のブランドは？最近は、うんうん、イング、うん、ライスクラップ、うんうんうん、カブレイル、うん、の3つくらい。マリアはブレイルとビゴとか、うん、あとシーンも買います。シーン、うんうん、シーンね、うん、薄いしね、ね、可愛い。自分の地元の自慢を教えてください。地元、はいはいはい、はい、あ、お城の箱。暑い暑い。なんそれ、暑いって言うの？そこ、そう、最近も暑い。暑くて、うん、この間の試合で熱中症になっちゃって大丈夫？何を大変な暑かったら、うん、自慢ね。自慢自慢です。石川だから、うん、海産物、うん、魚とかが美味しいところです。あ、間違いないね。目の地元はめちゃくちゃ田舎ってわけでもないし、でもショッピングモールとかも車でちょっと移動してるあるから、うん、自然と都会の感じがいい感じにあるところが目が好きです。うん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 、過ごしやすいね。いい、うん、じゃあ次、自分を動物に例えると何？怠け者ってめっちゃみんなに言われるけど、自分じゃ分かんないけど、なんかマイペースの、たまに顔、顔？怠け者とか言う。悪口みたいな、思っちゃうんですけど、なんか似てるらしいです。うんうんうん。え、何？うさぎっぽい。うん。うさぎ？うさぎ。うさぎだそうです。うさぎさん。どうも。嬉しそう。じゃあ次、尊敬する方は誰ですか？それが、私が初めて読んだ歴史の本にいた野口英世さんと、私がすごい憧れとしてる女優さんの山田杏奈さんと、まだもう一人、川栄李奈さんすごい好きで、うん、
顔がすごく好きなのと、演技すごい上手で、見入っちゃうから、すごい尊敬してます。マジでひどい、ちょっとびっくりしたんです。すごくない？出てくると思わなかった。すごくない？千円札だよ。福沢諭吉じゃないの？まだ読んでない。あー、わかんないだから。そういうことか。メリオは、ユナちゃんとかレイラちゃんとかみたいに、かわいいし、喋ってて楽しいし、みたいな。憧れます。すごいスタイルいいし。と、僕たちの先輩と、レイラちゃんと、ウミミサコさん。ダンスも上手で、歌も上手で、かわいいし。めっちゃ笑ってる。尊敬してるんですね。最近一番興味のあることは何ですか？なんか新しい SNS まだやってないんですけど、何なんだろう、気になって。使い方が分かんなくて、遠くから眺めてる感じ。ラリオは公開してすぐ、コナンの映画見に行ったんですけど、2回目を早く見たくて見たくて、あと3、4回見て、見たくです。その東京リベンジャーズの6月30日までやってた実写の映画が見れてないんですよ。あら、前編の方を見れてないと思う。そうなんですよ。なるほどね。もう今回見たくない。じゃあ最後の質問。早い。何ですか？じゃあ将来の夢を教えてください。はい、将来の夢は演技とかもできるし、バラエティとかにも出れて、モデルも軸としてやりたいんですけど、マルチに活躍できる女優さんになりたいなって。マリアは演技とかも楽しそうだし、モデルさんも楽しいし、お洋服が好きだからデザインとかもしてみたいなって思います。ノリサコさんみたいに歌って踊れて、みんなに笑顔が届けられる人になりたいです。笑顔が好きなんだよな。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。